止まれサムネに使うやけん止まれ。もっと喋ってるやつ容赦なく使われますから気をつけた方がいいですよ。M1 グランプリ1回戦落ち。リムッシュの上田君のお兄さんと組んで1回戦落ちしたもん。コンビ名何ですか。コーンハンバーグ。BTS 宮城のおすすめメニュー。イエーイ。来ました。夏みかんおすすめのメニューがこちらでございます。はい、私は BTS 宮城さんでこれしか食べたことがありません。はい、本当ですよね。そうです。八福っていうね、はい、あのレストランがありますんで、はい、そうなんです。何でも美味しいんですけど特に夏みかんがおすすめなのは生姜焼きです。絶対これなんですよ夏みかん。なんか普通の生姜焼きってこういうでっかいこう肉じゃないですか。はい、なんか BTS さんのやつはこうやってこまごま切ってくれてて食べやすいんですよ。ね、ほんと好きよね大好き。これのご飯少なめでいつも頼んでます。ね、もう家に来てくれんかなって感じよね。いや本当。八福のおばちゃん来てくれんかなって感じね。欲しい欲しい。毎日食べたいもん。え、これって海鮮ちゃんぽんですか。ちゃんぽん海鮮ちゃんぽん。ぽんに一番人気なんですよ。で辛味噌ちゃんぽんなんですよね。でこれは入れたらですよ。待ってそれガンボドキかと思ってた私絶対。ガンボに見えた。これは一番人気です。これピーちゃんも好きなんですよ。量が多いからですね。うわ。海鮮めちゃめちゃ効いてますね。本当ですか。本当うまい。一番人気です。本当にでも、うん、私もそれ食べてみたいなってずっと思ってました。うわ。これ野菜のうまみとこの海鮮全部全部うわうまい。うわうまい。これ一番人気なんですか。一番人気なんですよ。ちゃんぽんが。生姜焼きじゃなくて、うん、やっぱその層もちゃんぽん好きの層が多いんでお客さんに。そうか年齢的にね。はい、ちゃんぽんって普段食べないな全然。豚骨がベースですよね。はい、でこのキャベツのやっぱ甘みとすごい。やっぱこの海鮮だわこれも遅いわ。貝めっちゃ入ってる。うん、コンさん麺食べるの本当上手。美味しそう。辛味噌も入れてみるんですね。入れよう入れよう。これ入れましょう。絶対美味しいじゃん。あ、味噌汁作るとき。お玉で味噌汁作ったことないけど。味噌汁作る。これ絶対うまいですよ。結構辛めですよ絶対。本当ですか。あ、そうなんですね。大丈夫かな。死ぬほど汁飛んでくるんですコウさん、息が良すぎますって。いや、入れすぎた辛い。パンチあるパンチある。ちょっと味噌が濃いわ。このぐらいがいいわ、多分。うまい。いただきます。うん、ちゃんぽん超えしてます。絶対これが1位です。ちゃんぽん超えはできない。うまい。食べやすい。あ、私お子ちゃまなんですよ多分舌が。全部ですけど。え、ちょっとやめてくださいよ。喧嘩します。多分その言い方が子供なの。この汁だけでいけそうだもんねご飯ね。受ける。バウンドしていってね。うん。ちょっとキャビっていいもんね。ボンボンってキャビって。うん。ね、コーンだよ。さっきから私のスカートが死ぬほど汁飛ばすんじゃない。違うよ、まだエビが生きとんよ。確かに食堂行った時みんなちゃんぽん食べてるもん。いつも思ってました、うん、なんでみんなちゃんぽん食べてるの。でも今日、三重龍太選手が復活してね、要はカラスボートで優勝戦だったでしょ、はい、で1号艇で乗ってて、はい、すごいね、4ヶ月ぶりに復帰してやっぱり優勝するんやね、うんうん、すげえわ、やっぱこっち向いてって。なんかでもね、ここはやっぱ佐賀のまあボートレースチケットショップなんで来てくれる可能性はあるよ。え、コロナ禍が落ち着いて、うん、イベントとかもやってるけん選手がゲストで来るケースがあるよここに。会いたい会いたい。いやもう峰さんは多分3回ぐらい来てる。マジで狙ってる目やめ。会いたい会いたい。3回来てるんですか。はい、え、3回ぐらい来てるってよ。宮城さんにですか。はい、呼んでくださいゲストで。私もまだいない、出会ってなかったです。まだ出会ってなかった。目バッキバキにしていきます。だ狙うなってだから。行きましょうね、コウさん。優勝おめでとうございます。いやいやいや、急にぶりこすな。ね、見てました。え、私1着でチャンピオン買ってました。
違う、あんたボックスで買ってたすいません、バレた僕も本当に、ね、本人が覚えてるかどうかね、確かめたいんですよ。彼が大和の学校で福岡に、はい、要はまず学校があるんですよ、はい、ボートのボートの、まあ、試験合格したらみんな集まってそこに来るんですよ。そうなんですね、福岡にあるんだ。そこでいろんなことを教えてもらうんですけど、体力強化ももちろんそうだし、いろんな整備とかもそうだし、乗り方とかも全部そこで教えてもらうんですよ。で大和って結構近所にあるんですよね、福岡の、うん、そこで俺がそのテレビのロケで行った時にいきなりこう走り終わって、で上がってきた子にインタビューしたんですよ、坊主の可愛いらしい顔に、最初みんな坊主ですもんね。みんな坊主で、お名前はって言ったら峰竜太ですって本当にそんな言い方、高い声で峰竜太ですって、かわいい、いや、そんな渋い俳優さんの名前わざと言わんでもと思って、ボケだと思う、ボケだと思う、ボケでいいけ本名言ってって言ったら本名ですって言われて、そこで初めて、それから覚えて、峰竜太くんがもう何でもハキハキ、はいはいはいみたいな、かわいい、かわいいなと思って、でこれから何かの縁だなと思って、うん、そのまま唐津ボートさんでデビュー戦があったんですよ。それ見に行って、はい、そしたらもう1走目で2着か3着取ってました。うわすごい、ありえないですよ1走目で、天才肌、天才ですね、すごかったですね。だからそれを覚えてるかどうか聞きに行きたいですよね、また。かその時代から見てるのすごくないですか、坊主で、うん、初期の頃ですもんね。じゃあボートレーサーはみんな福岡に最初来るってことですか。来る、なる人は来る、すごい、みんな福岡の大和っていうところに集まるんですよ、みんな。4ヶ月休んでたらね、だから本人もちょっとね、休んでる時は不安だったっつってたけど、乗ってみたらもうね、やっぱ顔はもう全然衰えてなかったっすよね。4ヶ月ぶりのレースが今日ってことですよね、うん、私4ヶ月踊ってなかったら無理ですもん、ね、そうね、もう4ヶ月ってめっちゃ忘れるよね、でかいですよマジで。天才肌じゃない、天才肌あ、違う、一般肌一般肌って初めて聞いたわ、知らん、何や一般肌ってルーキー田中夏実はどうだったんですか。私と小学校出会った時どうでした、天才肌だなと思いました。いやでも私こんなキャラじゃなかったですよね、そんなキャラじゃなかった、やっぱりちょっと人見知りだったので、うん、今みたいに全開じゃなかったんですよ、うん、しかもオーディションの時のダンスがひどすぎて、そう誰がこいつ入れたんだぐらいの最高や、あもうバラエティー班だなって一瞬にして分かりましたオーディションの時からコンセプト見られてるんですか。いやその VTR が結構有名で流れるんですよ、そうめっちゃいじられるんです、井森美幸さんのデビューの時 の、 あのダンスのように流れるんですよ、へひどいんですよこれ、嫌なんですあれ、最高の面白いです、この世から消してほしいんです、素材どこにありますか、ありますよ、送りましょうか、はい、送ってください、こちらですバラエティ班ではなかった、人見知りだったんで、本当にメンバーがこうやってグイグイ行くところをこう端っこから様子見てるみたいな、そう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 みたいな、あ自分じゃないな、慣れてから来ましたね、はい、もう伸び方のエンジンですね、出足は出足はいまいち、自分でコメントしなきゃ、出足はいまいち、チルト上げて、大外からまくってきましたね本当にそんな感じだったんですよ、おもろ、だから最初全然コンさんに気に入られてないなってずっと思ってたし、いや気に入られてないなというか、
まず存在がようわからなかったんですよ。そう、ハマってないと思ってました。自分から出ていかんかったんですよ、うん、考えられんでしょ、はい、自分から出るようなタイプじゃなかったですよ。しかも振られるのめっちゃ嫌で、もう目合わせないようにしてたんです、ずっとコンサート。そう、もう絶対振らないでと思って。こんな子やったんですよ。まあ、でも確かに小学校、中学校ですか。はい、小学生の時。それが今ではもうゴリ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 前付けに来るでしょ、ゴリゴリ。下向くじゃないですか、こうやって振ってほしくないなと思って絶対振ってくるんですけど、下向いたら振りますよね。なんかあの先生の気持ちもわかる。下向いたら刺したらえーっつって、はい、それを喜んでました。うわー来たと思って、まあ、毎回ヒヤヒヤして。でもあれですね、あの、まあ、僕らはもう付き合いはもう10年以上ですけど、はい、ちょっとボートレースの勝率上げていかないかんね、そろそろ。え、俺ら本当に寺田さんも言ってくれてましたけど、うん、夏みかんさんを満州取らせたいって言ってくださってたじゃない、うん、その前に寺田さん取って寺田さんが取ろ。もうね、人の心配はせん方がいい。解説者なんやから、そら5割ぐらいは当てんと。数えきれないぐらい頭下げて帰ってきました。もうこんなでしょ、もう今日だって12レースやって2勝でしょ。いや、 1?1 じゃないですか。やばい、1ですよ。しかも今日なんか予想黒板みたいな書くじゃないですか。それを見てあのお客さんにそれは絶対来ねえよって言われてって言われてたのが一番面白かった。あのまず課題としては、その寺田さんの勝率を上げて寺田さんに元気になってもらう企画やった。もう寺田さんが一番心配です今。なんかどん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 こう元気がなくなるのが BTS 宮城の中では、ね、寺田さんに元気出してほしいです。そのためにはやっぱ勝率上げんと、うん、今 B2 なので新人さんぐらいの勝率なんで、やばい、はあ、せめて勝率をやっぱね、うん、4か5ぐらいに 5. 点何歩ぐらいに上げたいです。変わんないですもんね、コンさんも夏みかんも。え、多分そうだ。むしろ半分しかやってないから。僕ですね、7レースで2レース当てたんですよ。ですよね、7レースから、はい、6レース中2レース当ててるんで、うん、僕はまだ金額は負けてますけど、はいはい、一応2レース当ててるんですよ今日は。だってでも絶対回収率的に言っても多分コンさんの方がいいんじゃないかな、はい、夏みかんも10レース当ててるし、夏みかんも4、5レースで1レース当ててるでしょ、はい、僕も6レースで2レース当ててるんで、うん、でやったっつってパッて寺さん見たらもうこんな感じで、こんなやつもバイオハザードかな、こんなやつも。もううちらで予想しますか、じゃあ。いや寺田さん見てるよ、ホワイトボード。やめなさい。いや私寺田さん大好きなんですよ、全部乗っかってるんですから。じゃあ、うん、一応気使って乗っかってる。だから気使ってあの途中からね、寺田さんを参考にって僕言ってましたもんね。自信度はってたら 25% とか言うんですよ。でも生配信の時はイベントの良、はい、かったですもんね、寺田さん。でもあれも配信前が調子よくて、配信始まってからは後半があれでしたよね、はい、あんまり当たんなかったけど。じゃあ本番に弱いんだかもしれない。ダメやないか。だから今日は1レースからずっと生配信があったから調子悪かったってことじゃないですか。そうですね、確かに。でも寺田さんに乗っからなかった時、寺田さんのやつ来るんですよね。か寺田さんも完全別室かなんかで予想してもらって、もう勝手にプライベートでプライベートでやって、そっちの方がいいかもですね。え、でも寺田さんっていじられたらめっちゃ嬉しそうじゃないですか。寺田さんを救いたい、やります。あ、やりたい、やりたいです。題名寺田さんを救いたい、やりましょう。でもいじった後ね、ありがとうございましたちょっといっぱい先にちょっと冷えちゃうんで先に食べてもらいましょうか。コンさん足しび足しびれたらしいです。やだやだこのクソが、うぅ夏美香この野郎覚えてくよって、うぅかっかっかっ力入らん。何回する？絨毯の柄になってやべやべやべ。また生配信やるときはぜひとも BTS 宮城に来てください。はい、映ってない人たちもいっぱいいるので来てください。またね。はい、おじゃね。電話の時ね、電話の切り方。みんな言いますよ。